品川区役所広報広聴課発行、品川区声の広報、令和元年6月1日第2125号をお届けします。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。では今回も内容からご案内してまいります。1番品川町のキーワード、2番突発的な集中豪雨に備えましょう、3番6月は環境月間です、4番輝く2020へ、5番子育てピックアップ、6番情報ファイル国庫年金、7番情報ファイル女性、8番文化イベント情報、9番レッツスポーツ、10番健康ガイド、11番応急診療所のご案内、12番相談案内、13番情報ファイルお知らせ、14番情報ファイル講座講演、15番不燃化特区制度、16番情報ファイル催し、17番区民の伝言板、18番お知らせ、以上の順にお伝えしてまいります。これからご案内する記事の中でお問い合わせの電話番号などをお伝えしていないものは次のところへどうぞ。郵便番号 140-8715 広町 2-1-36 第2庁舎6階文化観光課文化振興係の電話番号は 5742-6836 番、障害学習係の電話番号は 5742-6837 番、ファックス番号は共通で 5742-6893 番。スポーツ推進課地域スポーツ推進係、電話は 5742-6838 番、ファックスは 5742-6585 番。品川区スポーツ協会総合体育館は郵便番号 141-0022 東五反田 2-11-2、 電話は 3449-4400 番、ファックスは 3449-4401 番。受付時間は午前9時から午後7時まで、土曜日、日曜日、祝日は午後5時までになります。戸越体育館は郵便番号 142-0042 豊町 2-1-17、 電話は 3781-6600 番、ファックスは 3781-6699 番です。なお、催し物などで費用を特にお伝えしていないものは無料です。対象は原則として区内在住在勤在学の方になります。詳しいことは各担当へどうぞ。内容についての問い合わせは電話代表で 3777-1111 番へどうぞ。また区のホームページをご利用ください。アドレスは http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ です。では今回もおしまいまでどうぞごゆっくりおください。はじめは品川町のキーワードです。今回のテーマは水色です。梅雨入りとなる6月、日々の生活にはやや不便を感じるかもしれませんが、農作物にとっては成果へ向けて水を蓄える大事な時期でもあります。水が大きな実りをもたらしてくれるのを祈りつつ、今回は水色をキーワードに区内を巡ってみました。ビーチュ、広報でもたびたび登場している品川区3競技応援キャラクターでビーチバレーボールを応援しているビーチュ。ビーチで育ったネズミで体重はバレーボール3個分だそうです。プール、2016年にリニューアルした勝島 3-2-2 品川区民公園屋外プールは幼児から大人まで幅広い年代が楽しめるプール。今年のプール開きは7月10日です。銭湯、
銭湯の浴室の壁を飾るペンキ絵は、その名の通りペンキを使って描かれる銭湯独自のもの。洗い場を広く感じさせる効果があるそうです。湯船で手足を伸ばし、ペンキ絵を見ながら露天風呂に入っているような開放感も味わってみてはいかがでしょうか。不動前駅近くにある西五反田 6-18-3 松の湯は、桶は木桶、お湯は薪で沸かしている昔ながらの銭湯です。クジラの滑り台、天王洲運河に沿って広がる東品川 3-9 東品川海上公園。ここで子どもたちに大人気なのがクジラの滑り台です。この遊具、江戸時代に品川沖に迷い込んだクジラを天王洲に追い込み捕獲したという史実にちなみ作られました。近くの東品川 1-7-17 加賀田神社にはクジラ塚が残っています。アジサイ、区役所前品川中央公園のアジサイはその数およそ500株、5月下旬から見頃を迎えます。以上、品川町のキーワードでした。次に、突発的な集中豪雨に備えましょう。今年も大雨の降る季節を迎えます。集中豪雨による浸水被害を防ぐには、大雨に関する情報の収集や大雨に対する日頃の備えが大切です。最新の気象情報を把握しましょう。インターネットからの気象情報、品川区ホームページ、品川区の気象情報や目黒川、立ち合い川の水位情報、河川監視カメラ画像などがご覧いただけます。詳しいことは気象水位情報の品川の天気水位、品川の天気雨量水位情報をご覧ください。東京都下水道局ホームページ、東京雨シュは5分間隔でデータを更新し、リアルタイムで雨の降っている地域、強さを分かりやすく示しています。こちらアドレスは https://tokyo-ame.jwa.or.jp/ です。携帯電話からもご覧いただけます。そしてケーブルテレビ品川からも気象情報を把握できます。品川区民チャンネル11チャンネル、大雨警報、洪水警報が発表されると、ケーブルテレビ品川区民チャンネルに最新の気象情報と目黒川、立ち合い川の水位情報が表示されます。さて、日頃から確認しておきましょう。土のう置き場、目黒川、立ち合い川沿いを中心として48箇所に浸水防止用の土のうを用意していますのでご利用ください。詳しいことは区のホームページ、またはケーブルテレビ品川データ放送をご覧ください。助成制度を利用して備えませんか。助成制度の利用は事前申請が必要です。詳しいことは河川下水道か水辺の係へお問い合わせください。防水板があると安心です。防水板設置工事助成、玄関や車庫の出入り口など水が流入しやすい場所があるお宅では防水板を設置しておくと安心です。区では設置工事費用の一部を助成しています。また津波や高潮による浸水被害の軽減も図るため、区内標高5メートル以下に立地している建物への設置工事はすべて助成対象になります。助成費用、個人の場合設置工事費の4分の3、法人の場合は設置工事費用の2分の1です。品川区に住民登録している方か登記後1年以上の法人は上限100万円、その他は上限50万円です。雨水をためて水資源の有効活用を。雨水利用タンク設置助成。
雨水をためて利用することは浸水被害の軽減につながり、植物の水やりなどにも有効活用できます。区ではタンクの購入・設置工事費の助成を行っています。助成費用です。タンク購入費と設置工事費の1/2、上限は5万円です。雨水浸透マス、雨水浸透管は浸水被害の軽減に、雨水浸透施設設置助成、コンクリート化やアスファルト塗装など都市化が進み、地下に染み込まない雨水は一気に下水道や河川に流れ込み、浸水発生の原因となります。宅地内のマスやマスをつなぐ排水管を浸透式に変更することにより浸水被害の軽減につながります。雨水の地下浸透にご協力ください。助成費用は設置工事費の一部、上限40万円です。浸水対策事業を進めています。区では東京都と連携して浸水対策事業を進めています。現在下水道の排水能力を高めるため、平塚地区、戸越地区、西品川地区において第二戸越幹線の整備を行っています。ご協力お願いします。雨水マスや側溝周辺の掃除を心がけましょう。雨水マスや側溝に物を置かないでください。お問い合わせは河川下水道課水辺の係へどうぞ。電話番号は 5742-6794 番、ファックスは 5742-6887 番です。さて、親子で楽しく防災体験もしましょう。日程は次の3つです。1が6月9日日曜日午前10時半から11時半、2が6月30日日曜日午後2時から3時、3が7月14日日曜日午前10時半から11時半です。内容です。 VR で火災避難体験、それからヘラセオンで豪雨暴風を体験してみよう、もう一つロープワークでアクセサリー作りなど、開催日ごとに内容が異なります。詳しいことは品川防災体験館にお問い合わせください。対象は小学生以下のお子さんとその保護者、定員はそれぞれの日10組20名で先着順です。参加したお子さんには防災啓発品をプレゼントします。では申し込み方法です。それぞれの日程の2日前までに電話または直接会場の第二庁舎2階品川防災体験館までお願いします。電話番号は 5742-9098 番です。豪雨や暴風の疑似体験もしてみよう。大雨が降る季節に備えて豪雨や暴風の危険を画面上で疑似体験してみませんか。期間限定で日本気象協会のヘラセオンを体験できます。6月13日木曜日から30日日曜日まで、時間は午前9時から午後5時です。月曜日と土曜日は除きます。参加方法です。直接会場の第二庁舎2階品川防災体験館へお越しください。なおヘラセオンとはカメラで撮影した参加者をモニター画面内に投影し、画面内で豪雨や暴風を疑似体験することができるアトラクションです。お問い合わせは防災課啓発支援係へどうぞ。電話番号は 5742-6696 番、ファックスは 3777-1181 番です。6月は浸水対策強化月間です。東京都下水道局では6月を浸水対策強化月間と定め、下水道施設の点検も行っています。浸水への備えをお願いします。お問い合わせは南部下水道事務所品川出張所、電話番号は 3495-0351 番です。突発的な集中豪雨に備えましょうでした。続いて6月は環境月間です。環境のために何ができるかな、
普段の生活を見直してみましょう。6月5日は環境の日です。これは1972年にストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して定められました。環境省では環境の日を含む6月の1ヶ月間を環境月間とし、全国でさまざまな環境保全に関する普及啓発のための行事が行われています。品川区では環境行政に関わる基本方針を定める計画として、平成30年3月に区の目指す将来像や指針などを示した品川区環境基本計画を策定しました。環境保全のために一人一人が簡単に取り組める環境に優しい行動を環境保全行動チェックリストとしてまとめていますので、環境月間をきっかけに取り組んでみませんか。品川区環境基本計画は区のホームページの環境まちづくり、環境、環境計画、環境マネジメントシステムへ進んでご覧いただけます。行動による取り組み効果、小さなアクションにも効果があります。あなたの行動が CO2 を削減し、地球温暖化防止につながります。合わせて節約もできます。参考としまして、1世帯あたりの年間 CO2 排出量推計で1年あたり 3500kg、 これは平成28年6月環境省発表の数字です。冷蔵庫は季節に合わせて設定温度を調節しましょう。省エネポイント、年間の節約額1600円、 CO2 削減 30.2kg。 周囲の温度22度で設定温度を強から中にした場合です。冷蔵庫は無駄な開閉をしない、省エネポイント、年間の節約額270円、 CO2 削減量 5.1kg。扉を12分ごとに25回10秒間開放した場合と、その2倍の回数を行った場合との比較です。エアコンの使用時間を1日1時間減らす、省エネポイント、年間の節約額490円、 CO2 削減量 9.2kg。 食器を洗うときは低温に設定する、省エネポイント、年間の節約額940円、 CO2 削減量 18.9kg。 65リットルの水道水、水温20度を使い、給湯器の設定温度を40度から38度にし、手洗いした場合、使用回数1日1回です。お風呂の残り湯で洗濯する、省エネポイント、年間の節約額7900円、 CO2 削減量 22.7kg。 お風呂の残り湯90リットルを洗濯に使う場合です。環境保全行動チェックリスト、環境のためにできる優しいアクション、小さなことから始めてみましょう。積み重ねが大きな一歩になります。家電製品も使用しないときは主電源を切るかコンセントを抜く、カーテン、ひさしなどを活用し冷暖房の効果を高める、エアコンや換気口のフィルターを定期的に清掃する、季節、天候に合わせてエアコン、冷蔵庫の設定温度を調整する、冷蔵庫を開けている時間を短くする、キッチン、洗面所、トイレなどで使うお湯の温度を低めに設定する、電気便座の設定温度を低くする、生ゴミの水切りをする、排出ルールに従ってゴミの分別を行い資源リサイクルに協力する、買い物の際はマイバッグを持参し過剰な包装を断る、食材を無駄にしないよう食料品の買い方を工夫する、徒歩、自転車、
公共交通機関などを利用する、アイドリングストップなどエコドライブに努める、学校や地域の美化活動や自然環境の保全活動などに積極的に参加協力する、蛇口はこまめに閉め流しっぱなしにしない、照明を LED に交換する、家電製品などは省エネ性能の高いものを選択する。以上が環境保全行動チェックリストでした。環境課の取り組みの一部を紹介します。品川もったいないプロジェクト、もったいないの精神を普及するために食品ロス削減をテーマとした取り組みを実施しています。新規の取り組みです。中高生を対象としたワークショップの開催、近年環境に関する新たな課題である食品ロスをテーマに、中高生、商店街、民間団体、区が共同してワークショップを開催します。区内商店街を舞台に中高生が飲食店にインタビューし、食品ロスについて大人と一緒に考え、商店街に向けて食品ロス削減アイデアを発信します。環境課の取り組み、続いて品川もったいない推進展、少ない量、小盛り、ハーフサイズメニューの導入、バラ売り、量り売りの実施や食べ残し削減の PR 活動をしている店舗を品川もったいない推進店として認定しています。温暖化防止対策への取り組み、新規の取り組みです。微細ミスト設備の設置に対する助成、イベントなどでリースする場合でも対象となる場合があります。詳しいことはお問い合わせください。また太陽光発電システム、 LED 照明設置など各種助成制度も行っています。打ち水大作戦、江戸時代の庶民の知恵である打ち水で涼を取ることで節電や低炭素社会の実現について考えます。打ち水にはお風呂の残り湯などの再利用水を使いましょう。区では打ち水を実施する団体へ木製の桶、ひしゃく、のぼりなどを貸し出しています。新規で環境に関する学びの場を整備、戸越公園内に設置予定、こちら2022年オープン予定です。環境を体感して学べる施設について戸越公園内の設置に向けて整備を進めています。体験学習、情報発信、交流、連携を施設機能として備え、また公園利用者も休憩所として気軽に利用できる施設です。以上、問い合わせは環境課環境管理係、電話 5742-6949 番、環境推進係 5742-6755 番、指導調査係 5742-6751 番へどうぞ。またファックス番号は 5742-6853 番です。6月は環境月間ですをお伝えしました。代わって輝く2020へ、6月1日現在、東京2020オリンピックまで419日、パラリンピックまで451日です。夢にかける侍、 OK 田中健太選手、品川区内開催競技の一つホッケー、東京2020オリンピックの開催が決まり、単身オランダへ渡った選手がいます。男子日本代表侍ジャパンのエースストライカー田中健太選手、メダルを獲得するという決意を秘めた田中選手をご紹介します。田中選手は滋賀県出身、スティックでボールを自由に操る選手の姿に魅了され、9歳の時にホッケーを始めました。中学、高校、大学とホッケーを続け、持ち前のスピードを生かしたドリブルを武器に、日本屈指の点取り屋へと成長します。
大学卒業後は社会人としてホッケーを続けてきましたが、オリンピックでメダルを取るために何をすべきか考えたら、今の環境では難しいと感じたことから退職し、世界中から有名選手が集まるオランダリーグへ入団しました。ホッケーでプロとして生活することができるオランダでは、技術の向上はもちろんのこと、ハングリー精神を持ってホッケーに取り組む選手たちの在り方に大きな刺激を受けたそうです。自分の役割は点を取ることなので、ゴール前でシュートを決めるための技術を磨くことに注力しています。見ている人に感動を与えられるようなプレーをするために、2020年までに1秒も無駄にしたくない、必ずメダルを取りますと田中選手。2020年ホッケー会場で応援しましょう。品川区応援3競技はホッケー、ビーチバレーボール、ブラインドサッカーです。お問い合わせはオリンピック・パラリンピック準備会どうぞ。電話は 5742-9109 番、ファックスは 5742-6585 番です。輝く2020へでした。今度は子育てピックアップです。高校生までを対象とした講座、スポーツや子育てに関する情報をお伝えします。少年少女野球教室、日程は6月9日から30日の間の日曜日、午前10時45分から11時45分まで。雨の場合は中止になります。費用は1回100円です。運営はスポクラ品川。参加方法です。当日、運動のできる服装でタオル、飲み物を持って、直接会場の西五反田 4-29-9 第4日野小学校へどうぞ。お問い合わせは、スポクラ品川事務局、電話番号は 090-2733-5921 番。または、スポーツ推進課地域スポーツ推進係へどうぞ。次は環境学習講座、木の大切さを学び、竹笛を作って鳴らそう。6月29日土曜日午後2時から4時まで、会場はヤシオ 5-9-11 コミュニティプラザヤシオです。講師は森林インストラクターの石川雄一氏。対象は小学1年生から3年生とその保護者、定員は抽選で15組です。申し込み方法です。6月10日月曜日必着で往復はがきでお願いします。はがきに講座名、参加者全員の住所、氏名、年齢、学年、電話番号を明記してください。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 140-0003 ヤシオ 5-9-11 環境情報活動センター。電話、ファックス同じ番号です。5755-2200 番です。ホームページからも申し込めます。アドレスは https://shinagawa-eco.jp/ です。続いて、親子ボーリング教室。7月20日土曜日午前10時半から正午まで。会場は港区高輪 4-10-30 品川プリンスホテルです。講師はプロボーラーの上原正夫氏。対象は小学3年生から中学生とその保護者、定員は抽選で20組です。1組3名までになります。おじいさんおばあさんも参加できます。費用は1人1000円、これはゲーム代と靴代が含まれています。お申し込み6月15日土曜日必着で申し込んでください。往復はがきでお願いします。教室名、保護者の住所、振り仮名をつけた氏名、電話番号、お子さんの振り仮名をつけた氏名、学校名、学年を明記し、スポーツ協会へ申し込んでください。夏季ジュニアゴルフ教室のご紹介です。
コースが JA コースと JB コースがあります。 JA コースの日程は7月4日から8月22日の間の木曜日、全部で8回、時間は午後5時半から6時半です。そして JB コースは7月5日から8月23日の間の金曜日、全部で8回、時間は午後6時45分から7時45分です。対象は小中学生です。定員は抽選でそれぞれのコース6名です。会場は大田区新蒲田 3-12-2 加藤農園ゴルフリンクス。費用は貸しクラブボール代を含めてそれぞれのコース16,800円です。お申し込みは6月12日水曜日必着で往復はがきでお願いします。教室名、コース、住所、振り仮名を付けた氏名、年齢、電話番号、学校名、学年、ゴルフ経験の有無を明記して申し込んでください。お申し込みお問い合わせ先はスポーツ協会です。続いて新体操教室、こちらは7月23日から8月15日の間の火曜日と木曜日、午後1時半から2時半まで行います。全部で8回です。会場は総合体育館。対象は5歳から小学4年生。定員は抽選で30名です。費用は3000円です。こちら、申し込み方法、6月20日木曜日必着で往復はがきでお願いします。はがきには教室名、住所、振り仮名をつけた氏名、年齢、性別、電話番号、幼稚園、保育園、学校名、学年、保護者氏名を明記してください。お申し込みお問い合わせ先はスポーツ協会です。続いて夏季第69回品川区民スポーツ大会のご案内です。ジュニアテニス大会、公式です。7月22日月曜日、23日火曜日は中学生男子シングルス、7月25日木曜日は小学4年生から6年生、そして中学女子シングルス、7月26日金曜日は男女各ダブルス、7月27日土曜日は各種目準決勝、決勝を行います。受付午前8時45分から9時、そして試合開始は午前9時10分です。会場は勝島 3-2 の品川区民公園。決勝戦は八潮 1-3 の八潮北公園です。種目は小学4年生から6年生の部、そして中学生の部。費用はシングルス300円、ダブルス500円です。お申し込み7月4日木曜日までに費用をもってスポーツ協会へお願いします。お問い合わせもこちらへどうぞ。2階食からの離乳食レッスンのご案内です。第3クール、7月2日火曜日、16日火曜日、23日火曜日、時間は午前10時から11時半です。全部で3回のレッスンです。会場は西中延 1-2-8 平塚橋ゆうゆうプラザ。対象は区内在住か在勤で、離乳食、2回食以降の乳児とその保護者、初回日に7、8ヶ月の乳児になります。定員は抽選で25組です。保護者1人での参加でも構いません。原則としてお子さんもおぶっての参加になります。運営は品川栄養士会です。こちら申し込み方法、6月17日月曜日までに往復はがき、あるいはファックスでお願いします。その際、離乳食レッスン第3クールと書いて、住所、振り仮名をつけた氏名、年齢、電話番号、ファックス番号、 E メールのアドレス、お子さんの氏名、月齢を明記してください。お申し込みお問い合わせ先は郵便番号 140-8715 品川区役所子ども育成課庶務係。電話番号は 5742-6692 番、ファックスは 5742-6351 番です。お問い合わせもこちらへどうぞ。また区のホームページから電子申請も受け付けます。なお、はがきで
申し込む際は6月17日月曜日が必着になります。代わって鉄棒教室逆上がりをマスターしよう。日程は7月23日火曜日、25日木曜日、30日火曜日、8月1日木曜日、全部で4回です。時間帯が1と2があります。1は午前3時半から4時20分、2は午後4時半から5時20分。会場は総合体育館です。対象は小学1年生から3年生、定員は抽選で、それぞれ20名です。参加費用はそれぞれ4000円。こちら、申し込み方法、7月1日月曜日必着で往復はがきでお願いします。はがきに教室名、番号、住所、振り仮名をつけた氏名、年齢、性別、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を明記してください。お申し込みお問い合わせ先はスポーツ協会です。続いて、小学生8種目スポーツ体験教室、7月から9月。さまざまなスポーツを体験して、スポーツの楽しさや得意な種目を見つけましょう。全部で8回のコースになります。競技種目、会場をお伝えします。7月6日土曜日、午後3時から4時半まで卓球。7月13日土曜日、午後3時から4時半まで空手。8月3日土曜日、午後3時から4時半、バドミントン。8月10日土曜日、午後3時から4時半、剣道。8月24日土曜日、午後3時から4時半、ソフトテニス。8月31日土曜日、午後3時から4時半、柔道です。会場はいずれも総合体育館。それから9月7日土曜日、午後1時から2時半までサッカー。会場は区役所前の品川中央公園。9月14日土曜日、午後1時から2時半。野球。会場は東品川 2-6-23。天王洲公園野球場。以上です。対象は小学校1年生から4年生。定員は抽選で30名です。費用は保険料含め4000円です。申し込み方法です。6月14日金曜日必着で往復はがきでお願いします。はがきに教室名、住所、振り仮名をつけた氏名、年齢、性別、電話番号、学校名、学年、保護者の氏名を明記してください。お申し込みお問い合わせ先はスポーツ協会です。毎月第一日曜日は家庭の日です。家庭は子供にとって憩いの場所、心の拠り所、豊かな心を育む大切なところです。お問い合わせは子ども育成課、庶務係へどうぞ。電話は 5742-6720 番、ファックスは 5742-6351 番です。続いて、品川子ども食堂フォーラム2019のご案内です。地域でつながる子ども食堂。子ども食堂のご飯、食会無料です。6月29日土曜日午前11時から午後3時半まで。会場は西品川 1-28-3 中小企業センターです。子ども食堂の取り組みを紹介するほか、地域の理解を高め、居場所づくりなどにご協力いただけるように、現代の子どもの食を学び、実際に子ども食堂を運営している方のパネルディスカッションも開催します。また、普段子ども食堂で提供しているご飯やおかずの試食会も行います。子ども食堂の取り組みや地域活動の活性化に関心のある方は、ぜひご参加ください。時間は午後0時半から3時半です。正午会場。事前に申し込みが必要です。基調講演は子どもたちの食の現状、心を癒す食卓。講師は聖徳大学前教授の室田陽子氏。パネルディスカッション。パネラーはオリーブの木の根岸美恵子氏。黒門子ども食堂の薄葉聖子氏、町会関係者、子ども食堂利用者代表の方。
ファシリテーターは子ども食堂双葉の小野幸子氏です。対象は子ども食堂の活動に関心のある企業、地域の方、定員は先着で50名です。託児を行います。では申し込み方法です。6月3日月曜日から電話、ファックスで受け付けます。住所、氏名、会社名、電話番号、託児を希望の方はお子さんの氏名、月齢をお知らせください。申し込み先は品川子ども食堂ネットワーク事務局。なお、社会福祉協議会のホームページからも申し込めます。アドレスは https://shinashakyo.jp/ です。そして午前11時からは次の内容を行います。事前に申し込みはいりません。パネル展示、これは子ども食堂の風景、支援事例紹介など。試食会、こちらはなくなり次第終了になります。午前11時半からです。それから相談コーナー、子ども応援基金の紹介があります。なお、品川子ども食堂ネットワークは区内の子ども食堂で活動をする方や活動に関心のある方が情報共有を目的として集まる会議体です。お問い合わせは OI1-14-1 品川ボランティアセンター内、品川子ども食堂ネットワーク事務局へどうぞ。電話番号は 5718-7172 番、ファックスは 5718-0015 番、ホームページは https://shinashakyo.jp/kodomonet/。お問い合わせまたは子ども家庭支援課へどうぞ。電話は 5742-6385 番、ファックスは 5742-6387 番です。子育てピックアップでした。続いて情報ファイル、国保年金です。31年度国民年金の受給額が決まりました。31年度国民年金の受給額は次のようになります。詳しいことは日本年金機構からお送りします年金額改定通知書でご確認ください。老齢基礎年金、年額で78万100円です。これは満額の場合です。障害基礎年金、年額で一級障害の方は97万5125円、二級障害の方は78万100円です。なお、18歳以下のお子さんがいる場合、障害のあるお子さんの場合は20歳未満のお子さんがいる場合、加算額は1人目、2人目はそれぞれ22万4500円、3人目以降はそれぞれ7万4800円です。遺族基礎年金、年額です。お子さん1人のいる配偶者が受ける場合は100万4600円、お子さんが受ける場合は78万100円です。18歳以下のお子さんがいる場合、障害のあるお子さんは20歳未満になります。このお子さんの加算額は2人目は22万4500円、3人目以降はそれぞれ7万4800円です。お問い合わせは品川年金事務所へどうぞ。電話番号は 3494-7831 番、ファックスは 3779-3449 番です。次に、平成31年度国民健康保険料の納入通知をお送りします。31年度の国民健康保険料納入通知書と6月から10月期の納付書5枚、1年分の保険料をまとめた納付書1枚を6月中旬にお送りします。口座振替の場合は決定通知書のみを発送します。納付書でお支払いの方には11月中旬に11月から令和2年3月までの納付書5枚を改めてお送りします。なお、保険料の算定方法など詳しいことは同封のこんにちは国保をご覧ください。
4月から令和2年3月の1年間の国民健康保険料は平成30年分の総所得金額などをもとに決定します。30年中の所得申告がまだ済んでいない方は31年1月1日現在の住所地に申告してください。世帯の中に一人でも所得未申告の方がいますと、世帯全員の所得が少なくても保険料を減額することができません。31年1月2日以降に品川区に転入した方は、前の住所地に30年中の所得の照会をします。照会先の自治体からの回答が保険料の計算日までになかった場合は、均等割額のみをお知らせします。その後、所得の回答があり次第、保険料を再計算し、変更通知書をお送りします。解雇や雇い止めなどにより離職された方は、雇用保険受給資格者証、離職理由が会社都合の場合、こちらを持参の上、保険料の減額申請が必要です。65歳から74歳の世帯主で、次の1から3すべてに当てはまる方は年金から保険料を納めていただく特別徴収になります。ただし口座振替で納付をご希望の方は年金からの特別徴収をやめることができます。1、世帯主が国民健康保険の被保険者である。2、世帯の国民健康保険被保険者の方全員が65歳から74歳である。3、世帯主の公的年金の受給額が18万円以上で、世帯の国民健康保険料と介護保険料の合計が公的年金受給額の2分の1を超えない。国民健康保険料のお支払いは口座振替が便利です。お問い合わせは国保医療年金課資格係へどうぞ。電話番号は 5742-6676 番、ファックスは 5742-6876 番です。情報ファイル、国保年金でした。続いて情報ファイル、女性です。新製品新技術開発女性のご案内です。新製品新技術開発ソフトウェア部門に必要な経費を審査の上助成します。助成額は対象経費の3分の2、上限は100万円です。対象は区内で1年以上継続して事業を営む計画のある中小製造業、情報通信業者など。助成対象になるのは各種システムソフト、アプリケーションソフト、組み込みソフトの開発などで、令和2年3月までに開発が完了するもの。なお、令和元年度4月から令和2年3月の経費が対象になります。申請の期限は7月31日水曜日です。申請方法など詳しいお問い合わせは商業ものづくり課中小企業支援係へどうぞ。電話は 5498-6340 番、ファックスは 5498-6338 番です。次に、都立産業技術研究センターなどの利用料を助成します。都立産業技術研究センターや産業技術総合研究所が提供する依頼試験や機器利用をはじめとする各種サービスの利用料の一部を助成します。対象は区内に1年以上主な事業所を置く中小製造業者、情報通信業者です。助成額は対象経費の3分の2、上限は10万円です。申請の期限、令和2年2月28日金曜日です。詳しいことはものづくり支援サイトをご覧いただくかお問い合わせください。支援サイトは https://www.ics.city.shinaga.tokyo.jp/ です。
お問い合わせ先は商業ものづくり課産業活性化担当、電話番号は 5498-6351 番、ファックスは 5498-6338 番です。情報ファイル女性でした。代わって文化イベント情報です。産業技術高等専門学校品川キャンパス学校見学会のご案内です。6月16日日曜日午後1時から4時まで行います。受付は午後0時半からです。対象は中学生、保護者の方同伴できます。参加方法です。当日直接東大井 1-10-40 産業技術高等専門学校へお越しください。電話番号は 3471-6331 番です。次に大美術館6月の催しです。8日土曜日から12日水曜日まではメイクス写真展2019、14日金曜日から19日水曜日までは落葉中国書法水墨画印熟装展水墨墨彩書です。22日土曜日から27日木曜日までは第35回日本線画美術展切り絵です。28日金曜日から7月3日水曜日までは太平洋美術会東京支部大美術展絵画版画染色彫刻です。場所は大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階大美術館。電話番号は 3495-4040 番、ファックスは 3495-4192 番。時間は午前10時から午後6時半になります。それぞれの開催時間はお問い合わせください。続いて区民ギャラリー6月の催しです。5日水曜日から10日月曜日成瀬正治瞑想イラスト展、12日水曜日から17日月曜日第3回春季田中勝茂水彩画陶芸教室展、21日金曜日から23日日曜日バランギリエ展寿司職人伝統の技バランギリエ写真です。27日木曜日から7月1日月曜日第8回日体絵画交流展東京展水彩パステル、会場は大井町駅前伊東洋華堂8階区民ギャラリー。電話ファックス同じ番号です。 3774-5151 番。時間は午前10時から午後8時まで。それぞれの開催時間はお問い合わせください。文化イベント情報でした。今度はレッツスポーツです。まずお問い合わせ先をお伝えします。スポーツ推進課地域スポーツ推進係第2庁舎6階です。住所は郵便番号 140-8715 広町 2-1-36 電話は 5742-6838 番、ファックスは 5742-6585 番です。品川区スポーツ協会総合体育館、こちらは郵便番号 141-0022 東五反田 2-11-2 電話は 3449-4400 番、ファックスは 3449-4401 番。受付時間は午前9時から午後7時です。なお土曜日日曜日祝日は午後5時までになります。戸越体育館は郵便番号 142-0042 豊町 2-1-17 電話は 3781-6600 番、ファックスは 3781-6699 番です。これからお伝えする催し物は申し込みが必要になります。
初心者対象スケートボード教室、6月22日土曜日午前10時から正午まで、雨の場合は中止になります。会場はヤシオ 1-3-1 ヤシオ北公園スケートボード場、定員は先着で20名です。小学生以下のお子さんは保護者同伴でお願いします。持ち物はヘルメット、スケートボード、そして本人確認ができるもの、住所、氏名、生年月日、こういったものが確認できる健康保険証や学生証など。費用は200円です。小学生以下は100円。こちら申し込み、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時の間に電話で八潮北公園管理事務所へお願いします。お問い合わせもこちらへどうぞ。電話、ファックス番号、同じ番号で 3790-2550 番です。キャンプの技、スキルアップ講座。住み起こしから遊びまで体験しながら学ぶ講習会です。7月7日日曜日午前9時から午後3時まで行います。会場はヤシオ 3-1 港ヶ丘ふ頭公園です。定員は抽選で30名。費用は1000円。3歳から小学生は500円です。この金額は保険料を含んだ金額になります。申し込み方法です。6月12日水曜日までにはがきまたはファックスでお願いします。はがきの場合は12日必着になります。申し込む際はキャンプ講座と明記し、代表者の住所、氏名、電話番号、 E メールのアドレス、参加者全員の氏名、年齢を明記してください。お申し込みお問い合わせ先はスポーツ協会です。続いて第2回バドミントン大会、7月7日日曜日午前9時から総合体育館で行います。内容はクラス別シングルス戦、年齢別ダブルス戦、男子40歳以上50歳以上、女子30歳以上40歳以上50歳以上。費用は1人2200円です。協会登録者は1500円です。主催は品川区バドミントン協会。こちらお申し込み6月19日水曜日までに、費用をもってスポーツ協会へどうぞ。お問い合わせもスポーツ協会です。第71回品川区前期リーグ戦卓球大会、男子は7月14日日曜日、女子は7月15日祝日、時間午前9時15分試合開始になります。会場は総合体育館、種目は男子女子団体戦1部から6部。試合方法、3シングルス2ダブルス、対象は4人以上で構成するチームです。費用は1チーム4800円、連盟加盟チーム4000円、中高生は2000円です。主催は品川区卓球連盟。お申し込み6月25日火曜日までに、費用をもってスポーツ協会へどうぞ。お問い合わせもスポーツ協会です。初心者バウンドテニス教室、全部で5回のコースになります。7月11日から8月8日の間の木曜日午前9時から11時半まで、会場は総合体育館。対象は16歳以上の方、定員は抽選で35名です。費用は2500円。こちら申し込み6月14日金曜日必着で、往復はがきでお願いします。教室名、住所、振り仮名を付けた氏名、年齢、性別、電話番号を書いてスポーツ協会へ申し込んでください。お問い合わせもスポーツ協会へどうぞ。陸上競技初心者審判講習会、7月17日水曜日午後7時から8時まで、総合体育館で行います。対象は大会などの役員として協力できる18歳以上の方、費用は1000円です。主催は品川区陸上競技協会。こちらお申し込み7月1日までに、はがきまたはファックスでお願いします。はがきの場合は1日必着です。講習会名、住所、氏名、年齢、電話番号、ファックス番号、簡単なスポーツ歴を明記してください。お申し込みお問い合わせ先スポーツ協会です。以上、レッツスポーツでした。健康ガイドをお届けします。
まず問い合わせ先をお伝えします。品川保健センター、郵便番号 140-0001 北品川 3-11-22、 電話 3474-2225 番、ファックス 3474-2034 番。大井保健センター、郵便番号 140-0014、 大井 2-27-20、 電話 3772-2666 番、ファックス 3772-2570 番。エバラ保健センター、郵便番号 142-0063、 エバラ 2-9-6、 電話 3788-7016 番、ファックス 3788-7900 番。以上です。思春期家族教室。不登校、引きこもりなどのお子さんの悩みを持つ家族同士で学び合います。6月17日月曜日午後2時から4時。講師、臨床心理士袖本玲子氏。申し込み問い合わせは電話で、会場の品川保健センター。電話 3474-2904 番へ。難病リハビリ教室。6月17日月曜日午後1時半から4時。内容、作業療法士による運動指導と助言。対象、定員、パーキンソン病その他の神経難病患者と家族、先着30人。申し込み問い合わせ、電話で会場の品川保健センター、電話 3474-2904 番へ。食に関する相談。子育て中の食の悩みから高齢者の食生活まで、栄養士が個別にアドバイスをします。日時と会場です。6月12日水曜日午後1時から午後4時。小山 3-23-5 武蔵小山商店街パルム会館。6月17日月曜日正午から午後3時。第二庁舎3階区役所啓発展示室。なお、塩分の測定を希望する方は、味噌汁など汁物を持参してください。運営、品川栄養士会。申し込みはいりません。当日直接会場へ。問い合わせ、健康課健康づくり係。電話 5742-6746 番。ファックス 5742-6883 番です。6月より眼科検診を開始します。多くの眼科疾病は初期段階では自覚症状がありません。早期発見、治療は生活機能低下を未然に防ぐ効果があります。この機会に検診を受診しましょう。令和2年3月31日火曜日まで。対象は区内在住で、令和2年3月31日現在、45歳、55歳の方。検査項目、問診、屈折検査、矯正視力検査、細劇等顕微鏡検査、精密眼圧検査、精密眼底検査、眼底カメラ撮影。会場、区の契約医療機関。自己負担金は500円です。なお、詳しくは受診券に同封したご案内をご覧ください。問い合わせ、健康課保健衛生係。電話 5742-6743 番。ファックス 5742-6883 番です。40代からの健康塾。A コース、金曜日午後1時15分。B コース、土曜日午前10時半。いずれも定員は抽選で各25人。会場、品川健康センター。C コース、火曜日、午後7時45分。定員は抽選で20人。D コース、水曜日、午前11時20分。定員は抽選で30人。いずれも会場は荏原健康センターです。時間は各1時間。なお、D は運動量の多いコースです。8月から11月の全14回。
対象、生活習慣病の改善に取り組む40歳以上の方。費用各3200円。申し込み問い合わせ、6月9日日曜日筆着で、往復はがきに、口座名、コース、住所、振り仮名をつけた氏名、年齢、電話番号を。A、B は、郵便番号 140-0001、北品川 3-11-22、品川健康センター。電話 5782-8507 番。ファックス 5782-8506 番まで。C、D は、郵便番号 142-0063、エバラ 2-9-6、エバラ健康センター。電話 3788-7017 番。ファックス 3788-7052 番までお願いします。なお、申し込みは1人各センター1枚でお願いします。コースの変更、振り替え、返金、譲渡はできません。また、人数が少ないコースは並行する場合があります。風疹第5期定期接種、風疹抗体検査予防接種。これまで風疹の公的な予防接種を受ける機会がなく、風疹の抗体保有率が他の世代より低い男性に対し、風疹第5期定期予防接種を実施します。令和4年3月31日までです。対象は昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性。昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性へ5月下旬にクーポン券を発送しました。有効期限は令和2年3月末です。なお、昭和37年4月2日から昭和47年4月1日生まれの男性で、抗体検査と予防接種の実施を希望する方は、保健予防課までお問い合わせください。実施方法、クーポン券を持参し、実施医療機関で抗体検査を受け、検査の結果、抗体価が基準値以下の場合、MR、麻疹風疹混合ワクチンを1回接種。問い合わせ、保健予防課。電話 5742-9152 番。ファックス 5742-9158 番です。自分でできる産後ママのボディケア第3クール。骨盤ケア、腱鞘炎予防など、産後の体に優しい運動を助産師が指導します。7月4日木曜日、18日木曜日、8月1日木曜日、午前10時から午前11時半の全3回。会場は大崎 2-7-13 大崎悠々プラザ。対象、区内在住か在勤で生後1ヶ月から3ヶ月の乳児と母親、先着で15組。なお、同室での見守り託児があります。先着6人。申し込み問い合わせ、6月19日水曜日筆着で、往復はがきかファックスに、産後ママのボディケア第3クールとし、住所、振り仮名をつけた氏名、年齢、電話、ファックス番号、E メールアドレス、託児希望の方はお子さんの振り仮名をつけた氏名、月齢を書いて、郵便番号 140-8715、品川区役所子ども育成課庶務係までお願いします。電話 5742-6692 番。ファックス 5742-6351 番。区のホームページから電子申請もできます。6月4日から10日は歯と口の健康週間です。歯と口の健康を保つことは日常生活を送る上で欠くことのできないものです。かかりつけ歯科医を持ち定期検診を受けて歯と口の健康を保ちましょう。6月1日土曜日にスクエア荏原でお口の健康フェスティバルを開催します。3歳児のフッ化物塗布、8月31日土曜日まで、対象は平成27年7月1日から28年6月30日生まれのお子さん。
対象者に受信券を送付。申し込みは受信券を持って会場の契約歯科医院へ。成人歯科健康審査、令和2年3月31日火曜日まで。対象、区内在住で令和2年3月31日現在、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方。対象者に受診券を送付。申し込みは、受診券と健康保険証を持って会場となる契約歯科医院へ。4歳5歳児歯科相談と、フッ化物塗布。4歳5歳児の希望者に、ブラッシング指導、フッ化物塗布、歯科衛生相談を行います。6月15日土曜日午後1時から3時。対象は4歳5歳のお子さんと保護者。先着80人に保護者のお口の健康テストも実施。参加方法、当日直接会場となる大井町駅前キュリアンへどうぞ。障害者歯科健康審査。通年実施、年1回受診できます。対象、障害者手帳、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの20歳から39歳の方。希望の方は、品川歯科医師会、電話 3492-2535 番か、エバラ歯科医師会、電話 3785-4129 番へお問い合わせください。問い合わせ、健康課保健衛生係。電話5742-6745番、ファックス5742-6883番です。健康ガイドでした。次は応急診療所のご案内です。行く前に必ず電話連絡を入れてください。また受診の際は健康保険証を忘れずにお持ちください。小児平日夜間。診療時間、月曜日から金曜日の午後8時から11時まで、受付は10時半まで。品川区子ども夜間救急室、旗の台 1-5-8 昭和大学病院中央棟4階、電話 3784-8181 番、外傷は対応できません。休日昼間夜間、診療時間は午前9時から午後10時まで、受付は午後9時半までです。6月2日、9日、日曜日、内科小児科、品川区医師会休日診療所、北品川 3-7-25、電話 3450-7650 番、エバラ医師会休日診療所、中延 2-6-5、電話 3783-2355 番、薬局です。品川薬剤師会薬局、北品川 3-11-16、電話 3471-2383 番。エバラ休日応急薬局、中延 2-4-2、電話 6909-7111 番。休日昼間、診療時間は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時半まで。6月2日日曜日、内科小児科、坂寄医院、東大井 2-26-3、電話 3761-3250 番。歯科、古谷歯科医院、大井 2-12-1、電話 6303-8267 番。いわきデンタルクリニック、平塚 1-9-1、電話 5702-4471 番。接骨、鈴木整骨院、南大井 4-9-21、電話 3763-3816 番。聖道館清水接骨院、小山 2-6-10、電話 3783-0685 番。6月9日日曜日、内科小児科、岩畑医院、大井 1-55-14、電話 3775-1551 番。歯科、堺歯科医院、
OI2-11-4 電話 5709-8117 番、杏林堂歯科医院平塚 1-17-6 電話 6426-4807 番、接骨山根接骨院西品川 1-23-15 電話 3779-9137 番、上条接骨院双葉 2-8-9 電話 3786-7949 番。土曜日夜間午後5時から午後10時まで、受付は午後9時半まで。6月1日土曜日、内科小児科、品川区医師会休日診療所、北品川 3-7-25 電話 3450-7650 番。薬局品川薬剤師会薬局、北品川 3-11-16 電話 3471-2383 番。6月8日土曜日、小児科品川区子ども夜間救急室、旗の台 1-5-8 昭和大学病院中央棟4階電話 3784-8181 番。外傷は対応できません。なお重病の方は119番をご利用ください。受付時間にご注意ください。眼科の応急診療、日曜日、月曜日、水曜日、土曜日、祝日、東邦大学医療センター大森病院、大田区大森西 6-11-1 電話 3762-4151 番。日曜日、火曜日、金曜日、土曜日、祝日、昭和大学病院附属東病院、西中延 2-14-19 電話 3784-8383 番。祝日も含んで木曜日、荏原病院大田区東雪ヶ谷 4-5-10 電話 5734-8000 番です。診療時間、日曜日祝日は午前9時から翌日の午前8時まで、月曜日から金曜日は午後5時から翌日の午前8時まで、土曜日は正午から翌日の午前8時まで。緊急手術や重症患者対応時は診療をお待ちいただくか、退院を紹介する場合があります。医療機関の24時間案内、東京都保健医療情報センターひまわり、電話 5272-0303 番、ファックス 5285-8080 番。救急車を呼ぶのを迷ったら救急相談センター、電話シャープ7119番。 IP 電話などは電話 3212-2323 番です。またお子さんの急な病気に困ったら小児救急電話相談をご利用ください。電話シャープ8000番。 IP 電話などは電話 5285-8898 番。月曜日から金曜日の午後6時から11時まで、土曜日日曜日祝日は午前9時から午後11時までです。以上、応急診療所のご案内でした。続いて相談案内です。それぞれの相談ごとに実施日、時間、そして相談場所をご案内いたします。なお、いずれも祝日は除きます。区民相談と犯罪被害者等相談、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで区民相談室で行います。こちらの電話は 3777-2000 番です。なお、受付は午後4時半までです。法律相談、第3日曜日の午前9時半から正午まで、第1火曜日の午後6時から8時半まで、水曜日及び第2、第4月曜日の午後1時から4時までです。税金相談、第2、第4火曜日、不動産取引相談、第2、第4金曜日、司法書士相談、第2木曜日、行政書士相談、
第1から第4金曜日、社会保険労務士相談第1金曜日、人権身の上相談第1第3火曜日。以上7つの相談場所は区民相談室です。時間は法律相談を除き午後1時から4時までです。いずれも相談日1週間前の午前9時から予約開始日が休日の場合は翌会長日から電話で区民相談室へ予約を入れてください。先着順です。こちらの電話は代表で3777-1111番です。国の行政相談第1第3木曜日の午後1時から4時まで、相談場所は区民相談室です。こちらの電話は3777-2000番です。受付は午後3時半までです。外国人生活相談、英語での相談が第2第4火曜日、中国語での相談が第2第4木曜日です。いずれも午前9時から午後5時まで区民相談室で行います。こちらの電話は3777-2000番です。受付は午後4時半までです。消費生活相談、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで消費者センターで行います。また第4火曜日の午後4時から7時までと土曜日の午後0時半から4時まで電話での相談に応じます。電話は 5718-7182 番です。マンション相談、管理運営については第2第4水曜日、建て替え修繕については第3火曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで区役所の住宅課で行います。電話は 5742-6776 番です。相談日の1週間前までにこちらに予約してください。リフォーム建て替えの住宅相談、第3水曜日の午前10時から午後3時まで本庁舎3階ロビーで行います。お問い合わせは住宅課、電話 5742-6776 番です。家庭相談、火曜日の午後1時から5時までと木曜日金曜日の午前9時から午後1時まで子ども家庭支援課で行います。電話は 5742-6589 番です。こちらに予約をしてください。ひとり親家庭相談、月曜日から金曜日。ひとり親就労相談、火曜日水曜日金曜日。時間はいずれも午前8時半から午後5時まで、どちらも子ども家庭支援課で行います。電話は 5742-6589 番です。児童相談、月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで子ども育成課で、午前9時から午後5時まで東京都品川児童相談所で行います。子ども育成課の電話は 5742-6959 番、東京都品川児童相談所の電話は 3474-5442 番です。また月曜日から土曜日の午前9時から午後6時まで子育て支援センターでも行います。こちらの電話は 5749-1032 番です。カウンセリング相談、こちらは電話相談です。第1、第2、第5木曜日の午前10時から午後3時半まで、第3木曜日の午前10時から午後7時半まで。電話は男女共同参画センター、番号は 5479-4105 番です。 DV 相談、第2金曜日の午後5時半から8時半までと第2を除く金曜日の午後1時から4時まで、相談日の1ヶ月前から男女共同参画センターへ予約してください。電話は 5479-4104 番です。教育相談、月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで教育総合支援センターで行います。電話は 3490-2000 番です。手話通訳者付き相談、
水曜日の午後1時から4時までと、金曜日の午前9時から正午まで、区役所の障害者福祉課で行います。こちらのファックス番号は 3775-2000 番です。交通事故相談、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで、品川交通事故相談所で行います。電話は 5742-2061 番です。内職相談と職業相談紹介、いずれも月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、会場は就業センターです。電話は 5498-6353 番です。若者女性向け就業相談、月曜日と金曜日の午前10時から午後5時までと、火曜日から木曜日の午後1時から5時まで、商業ものづくり課で行います。電話は 5498-6334 番、こちらへ予約してください。おしまいに耐震相談、第一水曜日の午前10時から午後4時まで、建築課で行います。電話は 5742-6634 番です。以上、相談案内でした。代わって情報ファイル、お知らせです。女性相談員による面接相談、性別は問いません。法律相談、離婚・相続などの法律問題、7月3日水曜日、9日火曜日午後1時から3時半、22日月曜日午後5時半から8時。カウンセリング相談、生き方・人間関係・セクシュアリティなどの悩み事、7月25日木曜日午後1時から4時。DV 相談、配偶者・恋人などからの暴力、7月5日金曜日、19日金曜日、26日金曜日午後1時から4時、12日金曜日午後5時半から8時半。いずれも申し込み問い合わせは相談日の1ヶ月前から電話で、会場である東大井 5-18-1 キュリアン3階男女共同参画センターへ。電話 5479-4104 番、ファックス 5479-4111 番です。相談室の入室は1人のみ、託児はありません。またカウンセリング電話相談、予約不要、7月4日木曜日、11日木曜日午前10時から午後3時半、18日木曜日午前10時から午後7時半。相談電話は 5479-4105 番です。区内4警察署合同犯罪被害者などの特設相談窓口を開設します。品川、大崎、大井、江原警察署が犯罪被害者などの相談に応じます。また犯罪被害者に関するパネル展示も行います。6月14日金曜日、28日金曜日午前10時から午後3時。会場は大崎 2-9-4 大崎第二区民集会所。なお、区内各警察署と区民相談室では常時相談窓口を開設しています。問い合わせ区民相談室、電話 3777-2000 番、ファックス 5742-6599 番です。ビジネスカタリストを派遣します。各分野の専門家であるビジネスカタリストが区内中小企業を訪問し、課題解決に向けた各種支援を行います。対象、区内に主な事業所を置く中小事業者。内容、経営戦略、人材管理育成、販路開拓、マーケティング、技術開発、生産管理、IT 活用、法務知的財産権など。支援回数は年10回まで。申請期限、令和2年3月31日火曜日です。詳しくはものづくり支援サイト
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/をご覧ください。問い合わせ、商業ものづくりか産業活性化担当、電話5498-6351番、ファクス5498-6338番です。産業技術大学院大学による技術指導。産業技術大学院大学の教員が技術指導やアドバイスを行い、企業が抱える技術的な課題を整理解決します。対象、区内に主な事業所を置く中小製造業者、情報通信業者。支援回数は年5回まで。申請期限は令和2年2月28日金曜日です。詳しくはものづくり支援サイト https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/をご覧ください。問い合わせ、商業ものづくりか産業活性化担当、電話 5498-6351 番、ファクス5498-6338番です。就学相談をご活用ください。発達に心配があるお子さんの就学先について相談を受け付けています。お子さんが楽しく充実した学校生活を送れるようぜひご活用ください。受付期間は6月17日月曜日から11月29日金曜日です。対象は令和2年4月に区立小学校義務教育学校に入学するお子さんで、特別支援学級への在籍や通級指導学級、特別支援教室の利用を検討したい方などや、都立特別支援学校の小中学部への入学を検討したい方。申し込み問い合わせ、6月17日月曜日から電話か直接西五反田 6-5-1 教育総合支援センター特別支援教育係まで。電話 5740-8202 番、ファクス3490-2007番です。6月1日は全国一斉人権擁護委員の日。人権擁護委員は地域住民の中から人権擁護に理解のある方を区長が推薦し、法務大臣が委嘱します。区の人権擁護委員、お名前の継承は略します。大西秀俊、大井、小原由里、東品川、岸明美、中信、後藤元恵、西中信、野口清彦、東大井、野田律子、東品川、増村圭一、東大井、松井和夫、東大井、松尾和秀、小山台。人権擁護委員の日特設相談、6月4日火曜日午前10時から午後1時、午後2時から5時。申し込みは電話で会場の区民相談室、電話代表で 3777-1111 番へ。人権身の上相談を行っています。悩みをお持ちの方は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。第1・第3火曜日午後1時から4時。申し込みは相談日1週間前の午前9時から電話で会場の区民相談室、電話代表で 3777-1111 番へ。また問い合わせ、第三庁舎3階区民相談室、電話 3777-2000 番、ファクス 5742-6599 番です。教科書展示会を開催します。令和2年度から使用予定の小学校と中学校教科書の展示会を開催します。特別展示、6月3日月曜日から13日木曜日、ただし日曜日を除きます。法廷展示、6月14日金曜日から29日土曜日、
日曜日を除きます。どちらも会場は西五反田 6-5-1 教育総合支援センター内教科書センターです。法廷展示6月14日金曜日から27日木曜日、会場は北品川 2-32-3 品川図書館、時間は午前9時から午後5時。問い合わせ教育総合支援センター教育事務係、電話3490-2005番、ファックス3490-2007番です。情報ファイルお知らせでした。今度は情報ファイル講座講演です。事業継承セミナー2つあります。 1. 7月9日火曜日午後3時から5時、会場爽やか信用金庫羽田本部大田区萩中 2-2-1。 内容、事業承継は会社と自分を分けることから。 2. 7月24日水曜日午後3時から4時半、会場日本政策金融高校五反田支店西五反田 1-31-1、 内容、事例で学ぶ自社の事業承継計画がみるみる作れる実践講座。1、2いずれも対象定員区内中小企業の経営者後継者先着各20人。申し込み方法など詳しくは区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ商業ものづくり課中小企業支援係、電話 5498-6340 番、ファックス 5498-6338 番です。ベンチャー企業企業成長支援セミナー、起業して間もない方、自社の経営を発展させたい方、これから起業を考えている方を対象にセミナーを開催します。日程と内容です。8つあります。1. 6月6日木曜日、経営に必要な資金繰りの理解を深めよう。 2. 7月5日金曜日、最新の資金調達方法を知ろう。 3. 8月8日木曜日、自社の魅力をアピールできる事業計画を作ってみよう。 4. 9月5日木曜日、これだけある自社で使える補助金助成金。 5. 10月11日金曜日、自分で作る自社のウェブページの作り方。6、10月25日金曜日、営業ツールとしての自社ウェブページの効果的な活用方法。7、7月18日木曜日、修行合同相談会、社会保険労務士、税理士、弁護士、弁理士。8、8月22日木曜日、金融機関などによる資金調達相談会。時間は1番から6番までが午後6時から午後8時、7番8番は午後4時から午後8時です。会場、品川産業支援交流施設北品川 5-5-15、 定員は1番から6番までが先着で各20人。申し込み方法など詳しくは品川産業支援交流施設ホームページhttps://www.ship-osaki.jp/をご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ品川ビジネスクラブ、電話 5449-6557 番、ファックス 5449-6558 番、または商業ものづくり課、電話 5498-6333 番、ファックス 5498-6338 番です。介護者教室着替えのいろは、6月15日土曜日午後1時から3時、定員は先着20人程度。申し込み問い合わせ6月14日金曜日までに電話で会場の東品川 3-1-8 東品川在宅サービスセンターへ、電話 5479-2946 番、
ファクス 5479-3071 番です。品川学びの森地域講座、海の生き物と仲良くなろう。全4回の日時とテーマ、講師、会場をお伝えします。7月13日土曜日、午前10時から正午、見えないところでいい仕事をしてます、プランクトン、東京湾編。東京海洋大学助教、宮崎那穂氏。7月13日土曜日、午後1時から3時、イルカ・クジラにとって住みやすい世界を考えてみよう。東京海洋大学助教、中村玄氏。いずれも会場は、ヤシオ 5-9-11、コミュニティプラザヤシオ。7月30日火曜日、午前10時から正午、マグロを通して海を考える。IUCN 種の保存委員会委員石原はじめ氏。7月30日火曜日午後1時から3時、水族館の裏側を探る。品川水族館長富山雅宏氏。いずれも会場は葛島 3-2-1 品川区民公園内品川水族館。以上です。対象定員は前回参加できる16歳以上の方、抽選で30人。託児1歳から就学前のお子さんです。おやつ代の負担があります。費用は品川水族館入館料別として1000円。申し込み問い合わせ、6月20日木曜日必着で、往復はがきに口座名、住所、振り仮名をつけた氏名、年齢、性別、電話番号、手話通訳、託児希望の有無、託児希望の方はお子さんの氏名、年齢、性別を書いて文化観光課障害学習係まで。お一人1枚の申し込みです。環境学習講座 LED ライト付き救急箱を作ろう。7月6日土曜日午後2時から4時、会場はコミュニティプラザヤシオ、ヤシオ 5-9-11。 講師は照明コンサルタント小宮明俊氏。対象定員中学生以上の方、抽選で20人。申し込み問い合わせ、6月10日月曜日必着で、往復はがきに口座名、参加者全員の住所、氏名、年齢、学年、電話番号を書き、郵便番号 140-0003、ヤシオ 5-9-11 環境情報活動センターへ。電話、ファクス 5755-2200 番です。なお、ホームページ、https://www.shinaga-eco.jp/からも申し込めます。杉野学園公開講座、春季パートナーシップ講座。6月29日土曜日、午後2時から3時半。会場は、杉野服飾大学、上大崎 4-6-19。内容、心は若返る？心と体の意外な関係とは。講師、杉野学園大学講師、手島陽介氏。対象定員、16歳以上の方、抽選で100人。申し込み問い合わせ、6月18日火曜日必着で、往復はがきに口座名、住所、振り仮名をつけた氏名、年齢、性別、電話番号を書き、文化観光課障害学習係へ。講演会、ちゃんと知りたい農薬のこと、食品に残留する農薬の安全性について。7月11日木曜日、午後2時から4時。会場は第三庁舎6階区役所講堂。講師、国立医薬品食品衛生研究所食品部部長、秋山博士氏。定員は先着で100人。託児、区内在住の生後4ヶ月から就学前のお子さん、先着13人。申し込み問い合わせ、7月10日水曜日、託児は3日水曜日までに、電話かファクスで、住所、氏名、電話番号、託児希望の方はお子さんの氏名、月年齢を書き、生活衛生課食品衛生担当へ。電話、5742-9139 番、ファクス、5742-9104 番。区のホームページから電子申請もできます。ファミリーサポートセンター提供会員養成講座。
地域の皆さんが相互に子育て支援を行う活動です。7月1日月曜日、2日火曜日、午前9時半から午後3時半、3日水曜日、午前9時から正午の全3回。内容、授業概要、講義、子どもと遊び、現代の子育てほか、保育園での保育実習、普通救命講習。対象定員、区内在住で子育てに関心のある20歳以上の方、先着20人。費用、救命講習教材費1400円。申し込み問い合わせ、6月17日月曜日までに往復はがきかファクスにファミリーサポート養成講座とし、住所、振り仮名をつけた氏名、年齢、性別、電話番号、受講の理由を書いて、郵便番号 140-0014、大井 1-14-1、会場の社会福祉協議会へ。電話 5718-7185 番、ファクス 5718-0015 番です。子ども若者応援セミナー2019、居場所の力。子どもや若者にとって居場所はなぜ大切なのか、居場所には何が大切なのか、一緒に考えてみませんか。7月21日日曜日、午後1時半から5時半。講演終了後、参加者による交流会があります。会場は、中小企業センター、西品川 1-28-3。講師、フリースペースたまり場理事長、西野博之氏。定員は先着100人。費用は資料代500円です。申し込み、7月19日金曜日までに、電話かファクス、E メールで、セミナー名、住所、氏名、電話番号を書き、子ども若者応援ネットワークへ。電話 6421-5471 番。ファクス 6421-5472 番。E メール kodomowakamono.net@gmail.com。 問い合わせ、子ども育成課庶務係。電話 5742-6720 番。ファクス 5742-6351 番です。東京都空き家フォーラム in 大井町、6月30日日曜日、午前10時から午後3時。会場は、アワーズ・イン・阪急ツイン館、大井町駅前。1、親の老後と相続と実家問題対策セミナー。午前10時半から11時半。50代からの我が家と実家の片付け術。講師は、整理収納アドバイザー、鷲谷直子氏。午後1時から午後2時、安心な老人ホームに住み替える方法。講師は、ファイナンシャルプランナー、有田光子氏。2、大相談会。時間、午前10時から午後3時。対象定員です。空き家相続予定者など、1のセミナーは各40人。2の大相談会は100人、それぞれ先着です。申し込みは6月28日金曜日必着で、電話かはがき、ファクスに、セミナーか大相談会とし、住所、氏名、電話番号、セミナーは希望時間を書いて、郵便番号 106-0045、港区麻布十番 1-3-1、アポリアビル5階、ネクストアイズへ。フリーダイヤル 0120-406-212 番。ファクス 5574-0921 番。ホームページ http://www.nextees.co.jp/event/。ホームページからも申し込めます。問い合わせは、住宅課空き家対策担当。電話 5742-6777 番。ファクス 5742-6963 番です。メープルカルチャー講座、7月期生募集。入講座、大人のやり直し高校英語。誰でも弾けるようになるピアノ、30分個人レッスン。将棋教室、写真教室、色鉛筆とパステル、
手書きの絵付け、着物古着をミシンでリメイク、時短簡単フランス料理、パン作り、シニアのためのアロマテラピー、腸活アロマでアンチエイジング、マイカラーとマイスタイル、秋のスワッグ、壁飾り。夏休み子ども教室、親子でアロマテラピー、七色に光るランプ作り、景色が変わる絵を描こう。その他にも様々なジャンルの講座を常時およそ250以上開設しています。詳しくはホームページ https://www.shinagawa-culture.org.jp/maple/ で紹介しています。申し込み方法問い合わせ、電話で会場となる西大井駅前メープルセンターへ。電話 3774-5050 番、ファックス 3776-5342 番です。アズバックスプロデュースファイヤーヒップス第11回公演、Hey 柔道 Don't Let Me Down。夏の恒例ファイヤーヒップスが今年もスクエアエバラにやってきます。爆笑喜劇&コントで暑さを吹き飛ばしましょう。日時8月3日土曜日、1午後3時開演、2午後6時半開演。8月4日日曜日、1午後1時開演、2午後5時開演。会場は30分前です。場所はスクエアエバラ平塚ホール、エバラ 4-5-28。出演、東隆博、花輪、長島聖羅、西野大成、高橋健介ほか。料金は前売り券が5000円、当日券5500円、全席指定です。発売開始日時間、6月4日火曜日。窓口販売午前9時から、キュリアン、スクエア、エバラ、メイプルセンター、大美術館。なお、大美術館は翌日以降は午前10時からです。電話予約は午前10時からチケットセンターキュリア、翌日以降は午前9時から。インターネット予約は午前9時から https://www.shinagawa-culture.org.jp/。電話予約では座席の選択はできません。また、未就学児の入場はできません。問い合わせ、チケットセンターキュリア、電話 5479-4140 番、ファックス 5479-4160 番です。6月23日から29日は、男女共同参画週間です。男女共同参学。学は学習の学。知る、学ぶ、考える、私の人生、私が作る。男女共同参画週間は、性別に関わりなく、互いにその人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合い、誰もがその個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の形成に向け、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念に関する理解を深めるための週間です。この機会に男女共同参画について考えてみませんか？この週間に合わせて男女共同参画センターではワークライフバランスなどに関するパネル展示、午前9時から午後9時半などを行います。なお、6月19日水曜日は除きます。品川区男女共同参画センター開設30周年記念性の多様性尊重講座と講演会、普通って何？違うことを認め合う。自分とは違う様々な生き方を認め合う大切さについて、性的マイノリティや家族の形をテーマとした講座と講演会から考えます。1、講座、性の普通って何だろう。7月16日火曜日、23日火曜日、午後6時半から8時半、全2回。講師は武蔵大学大学院人文科学研究科博士前期課程修了、中島淳氏。2、講演会、自分らしく生きる。7月27日土曜日、午後2時から3時半。
講師は経済評論家勝間和義。1、2、いずれも会場は大井町駅前のキュリアンです。対象定員小学生以上の方、1の講座は25人、2の講演会は250人、いずれも抽選です。小学生は保護者同伴でお願いします。託児は1歳から就学前のお子さん各10人抽選となります。申し込み方法、6月25日火曜日筆着で、往復はがきに品川区講演会担当とし、番号1と2か2のみか、住所、氏名、年齢、電話番号、託児希望の方はお子さんの氏名、年齢を書いて、郵便番号 108-0014、港区芝 5-33-1、森永プラザビル本館14階、パーソナル添付スタッフ第二公共運用4階へ。なお、はがきでのお申し込みは1枚2人までです。講座、危険な SNS、ネットトラブルから自分と家族を守る。若者や子供を取り巻くリベンジポルノなど、インターネット環境の危うさを知っていますか？ネットいじめや不登校、引きこもりなどを専門とする安川正史氏によるお話です。7月4日木曜日、午後6時半から8時半。対象定員、中学生以上の方、先着で25人。託児は1歳から就学前のお子さん、先着10人です。申し込み方法、電話かファクスで、講座名、住所、氏名、年齢、電話番号、託児希望の方はお子さんの氏名、年齢を書いて、会場の男女共同参画センターまで。情報ファイル、講座講演でした。次は、不燃化特区支援制度についてお伝えします。区では、都と連携して進めている木密地域不燃化10年プロジェクトに基づき、地域の防災性や住環境を向上させる支援制度を実施しています。今後も引き続き燃え広がらない燃えない街づくり不燃化を推進していきます。令和2年度2020年度までの期限付きの制度です。不燃化特区とは、木造住宅密集地域木密地域のうち地震時の危険度が高いなど特に重点的集中的に改善を図るべき地区として、区からの提案に基づき都が指定する地区。助成の対象となる方、不燃化特区内で平成17年3月31日以前に建築された耐火・準耐火建築物を除く木造建築物をお持ちの方、昭和56年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物をお持ちの方も対象になる場合があります。中小企業が実施する工事も対象になる場合があります。不燃化特区旧地区、1東中延1丁目2丁目中延2丁目3丁目地区、2補助29号線沿道地区、3豊か町4丁目5丁目6丁目双葉3丁目4丁目および西大井6丁目地区、4旗の台4丁目中延5丁目地区、5戸越2丁目4丁目5丁目6丁目地区、6西品川2丁目3丁目地区、7大井5丁目7丁目西大井2丁目3丁目4丁目地区、8放射2号線沿道地区、9補助28号線沿道地区。助成内容3つあります。1解体除却費用平成25年度より実施、助成対象建築物及び付随する工作物の解体除却費用を助成します。対象助成対象建築物の所有権を有する個人ほか、助成額1平方メートルあたり2万6000円、上限1300万円。累計助成件数、25年から30年度478件、平均助成金額およそ254万円。2、除却に伴う引っ越しにかかる費用、平成28年度より実施。
住み替えなどに必要となる転居一時金、移転費用、家賃を助成します。対象、除却される老朽木造建物を平成28年5月31日以前から継続して使用している建物所有者か賃借人個人、助成額、建築物の使用面積により異なります。累計助成件数、28年から30年度で273件、平均助成金額およそ44万円。3、耐火・準耐火建築物にするための費用、平成28年度より実施。老朽建築物を解体し不燃構造化するために必要な費用を助成します。対象、品川区の除却支援制度を利用して老朽建築物を除却した方、助成額、対象床面積により異なります。累計助成件数、28年から30年度で184件、平均助成金額およそ349万円。不燃化特区支援制度助成金額算出例、80平方メートルの木造老朽建築物を除却し100平方メートルの準耐火建築物を建てる場合、1、除却支援、1平方メートルあたり2万6000円が助成金上限となります。80平方メートル ×2 万6000円イコール208万円。2、住み替え支援、除却対象の建築物の使用面積により上限額が決まります。80平方メートルの場合、建物所有者が対象のケース、転居一時金、礼金、仲介手数料、権利金42万円、移転費用、往路16万円、復路16万円、家賃最大3ヶ月分42万円。3、不燃構造化支援、新たに建てる建築物の対象床面積に応じて助成金額が決まります。100平方メートルの場合、建築設計費、工事管理費141万6000円、工事費など151万円。以上の合計最大616万6000円。問い合わせ、本庁舎6階木密整備推進課木密整備担当、電話 5742-6925 番、ファックス 5742-6756 番です。不燃化特区支援制度についてお伝えしました。続いて情報ファイル催しです。図書館環境月間ブックフェア、各館で環境をテーマに本の展示貸し出しをします。6月30日日曜日まで、図書館とテーマをご案内します。品川図書館、自然とつながる、双葉図書館、未来に残したい美しい地球、荏原図書館、地球の一員として、南大井図書館、生活の中にエコな暮らしを取り入れよう、源氏前図書館、地球と暮らす、豊か図書館、アース恵み豊かな地球、大井図書館、異常気象から起きる健康被害、五反田図書館、過ごしやすい空間づくりを、大崎図書館、星を見上げて、大崎図書館文館、身近なエコとみんなの地球、八潮図書館、暮らしの中のデザイン。問い合わせは品川図書館、電話 3471-4667 番、ファックス 3740-4014 番です。第122回品川区合唱祭、区内で活動している合唱団体やサークルが日頃の練習の成果を発表します。6月16日日曜日午前10時50分開演、午前10時半会場です。公表者、作曲家土田豊隆氏。観覧方法、当日直接会場の大井町駅前キュリアンへどうぞ。問い合わせは文化観光課文化振興係。民部民謡大会、シルバーセンター、生き生きセンター、悠々プラザ利用者の日頃の活動の成果発表会です。
6月28日金曜日午前11時半から午後4時。観覧方法、当日直接会場の大井町駅前キュリアンへどうぞ。問い合わせ、高齢者地域支援課シルバーセンター係、電話5742-6946番、ファックス5742-6882番です。移動図書館本の庭特別企画、絵本の読み聞かせを開催。6月15日土曜日午前11時から11時半。問い合わせは会場の品川中央公園区役所前、電話5740-5037番、ファックス5740-5044番。6月30日日曜日午前11時から11時40分、午後2時から2時40分。会場は東品川海上公園屋上庭園、東品川 3-9。問い合わせ、天王洲公園管理事務所、電話、ファックス 3471-4573 番。雨天の場合中止です。なお問い合わせ、公園課公園維持担当、電話 5742-6789 番、ファックス 5742-9127 番です。おしまいは、品川&早川ふるさと交流、新じゃが掘りと焚き火で焼きじゃがプラン。6月19日水曜日から7月7日日曜日のうち1泊、宿泊は山梨県温泉町営ヘルシー三里。対象定員、区内在住の方、先着で各20人。費用は5750円、小学生4620円、一泊二食付き、宿泊費、プログラム参加費、消費税込みです。申し込みは利用日の3日前までに、電話か E メールでヘルシー三里へ、電話 0556-48-2621 番、 E メールinfo@hayakawa-eco.com。 問い合わせ、地域活動課市町村交流担当、電話 5742-6856 番、ファックス 5742-6877 番です。情報ファイル催しでした。代わって区民の伝言版です。区民の皆さんが地域で行う自主的な活動を紹介します。費用をお伝えしないものは無料です。イベントです。あなたの町の住宅デー、住宅相談包丁研ぎなど、6月2日日曜日午前10時から午後2時、京葉公園。問い合わせ、電話 5759-5571 番、建設ユニオン城南支部山崎さんまで。第42回住宅デー、住宅相談耐震簡易診断など、6月2日日曜日三木後ろ寺浜川西大井広場公園、戸越2丁目豊か防災広場。9日日曜日五反田氷川神社江原南江原町公園、中延会館前。16日日曜日海東松の広場二日市公園、午前10時から午後3時。問い合わせ、電話 3783-0471 番、東京都県一般労働組合品川支部まで。小山台吹奏楽団第32回演奏会、7月6日土曜日午後2時から4時、午後1時半会場です。先着1000人、当日キュリアンまでどうぞ。問い合わせ、電話 5708-5496 番、金沢さんまで。お寺で聞くクラシック@立ち合い川大福寺、ハープとコントラバスが奏でる名曲。6月8日土曜日午後1時、正午会場、東大井さんの大福寺です。費用は1000円。問い合わせ、電話 6431-8186 番、ムジカ・キアラさん。不動産無料相談会、6月27日木曜日午前10時半から午後4時半、当日区役所第二庁舎3階ロビーへ。問い合わせ、電話 5480-6421 番、
全日本不動産協会城南支部、上条記念館グランドオープン記念公演フルートフェスタ in 品川2019プロとのアンサンブル出演者募集、昭和大学上条記念館旗の台1、10月6日日曜日午後2時午後1時会場です。9月16日祝日から練習開始、全3回、フルート経験者30人先着、費用は4000円、問い合わせ日本フルート協会、電話 3444-6219 番、ホームページ http://japan-flutist.org/conserd/。 第7回虹っ子コンサート、親子で楽しむ歌と絵本のコンサート、6月30日日曜日午後1時から3時キュリアン、1000人先着です。費用は3000円、中学生以下は無料です。申し込み2日前までに電話か E メールで、ふれあいの家おばちゃんちへ、電話 3471-8610 番、 E メール obachanchi@gmail.com。 続いてサークルなどです。五反田トリムクラブ、月曜日午後7時半第一日野小学校、月800円、入会金1000円、問い合わせは電話 3443-6987 番、田中さんまで。戸越トリム、火曜日午後7時戸越台中学校、3ヶ月2000円、入会金1000円、問い合わせ電話 3785-9506 番、小野さんまで。源氏前トリムクラブ、火曜日土曜日午後7時源氏前小学校、月750円、入会金500円、問い合わせ電話 3782-6267 番、池上さんまで。南大井トリムクラブ、木曜日午後1時半南大井文化センター、月1000円、入会金500円、問い合わせ電話 090-1251-7061 番、西野さんまで。棋友会将棋、月2、3回中小企業センターか荏原第五区民集会所、1回100円、問い合わせ電話 070-5574-8467 番、井桁さんまで。 SD サークル社交ダンス、第1、第2、第3、第5月曜日午後1時五反田文化センター、月3000円、問い合わせ電話 3786-6346 番、今井さんまで。マジシャンズマジック、初心者歓迎、第2、第3、第4木曜日午前9時半中小企業センター、月2000円、問い合わせ電話 090-4668-9490 番、井戸さんまで。品川囲碁愛好会、第1、第3、第4土曜日午後1時南部老政会館大崎1、年に男性5000円、女性2000円、問い合わせ電話 090-4827-3189 番、新野さんまで。ご剣道会、ご神健康空手道、退職者女性高齢者歓迎、第2、第4水曜日午前総合体育館、1家族年5000円、問い合わせ電話 3784-0846 番、大滝さんまで。品川愛機会合気道、高齢者女性退職者歓迎、火曜日金曜日午後3時総合体育館、月500円、問い合わせ電話 3442-7325 番、竹本さんまで。品川ランニングクラブ、水曜日午後7時半月1回日曜日午前戸越体育館、1回100円、入会金1000円、問い合わせ電話 3785-3204 番、荒船さんまで。シーサイド短歌会、第3火曜日午後1時東品川文化センター、月1500円、問い合わせ電話 5461-3589 番、榮本さんまで。おしまいに
限定会天国初心者歓迎第2第4水曜日午後6時半中小企業センター月3000円入会金2000円問い合わせ電話 3776-6220 番山田さんまで。区民の伝言版でした。おしまいはお知らせです。6月1日土曜日正午、コミュニティ FM FM 品川開局 88.9MHz。 6月に開局するコミュニティ FM FM 品川、品川区全域でお聞きいただけます。区でも6月3日月曜日から品川区広報番組ホットラジオ品川で地域に密着した情報をお届けし、災害時には避難情報や被害情報を発信します。地域限定の FM ラジオ放送局です。番組タイトルホットラジオ品川、放送日時月曜日から金曜日午前11時から11時半、再放送午後10時から10時半。番組概要、月曜日品川音頭2017を歌う岩本久美さんにゲストが品川の自慢を紹介。火曜日区からのお知らせ、水曜日区と交流のある自治体からの情報、木曜日品川の昔話などの朗読コーナー、金曜日週末のイベント情報、ホットラジオ品川の放送開始初日となる6月3日月曜日は番組の内容、メインパーソナリティなどを紹介するほか、関係者からのお祝いメッセージも紹介します。問い合わせ、広報広聴課、電話 5742-6612 番、ファックス 5742-6870 番です。避難情報緊急通知コール。区では避難対象区域のうち避難を必要とする方を対象に電話やメールで避難情報を受け取ることができる避難情報緊急通知コールを運用しています。6月1日から新たに高潮による立ち合い川の氾濫についての避難情報の配信を開始します。登録対象者、目黒川の氾濫、避難対象区域のうち地下及び1階2階部分に居住する区民か事業者、津波避難対象区域のうち1階部分に居住する区民か事業者、土砂災害崖崩れ警戒区域6カ所、避難対象区域全戸、高潮による立ち合い川の氾濫、避難対象区域のうち1階部分に居住する区民か事業者、避難対象区域及び避難の方法避難場所、詳しくは区ホームページ防災暮らしの安全防災避難情報緊急通知コールをご覧ください。目黒川の氾濫、西五反田1丁目の一部、西五反田2丁目の一部、西五反田3丁目の一部、西五反田4丁目の一部、西五反田5丁目の一部、西五反田7丁目の一部、大崎1丁目の一部、大崎5丁目の一部、東五反田1丁目の一部、東五反田2丁目の一部、東五反田5丁目の一部、北品川5丁目の一部。目黒川周辺の避難場所、御殿山小学校、放水小学校、第一日野小学校、第三日野小学校、第四日野小学校です。津波、北品川1丁目の一部、北品川2丁目の一部、東品川1丁目の一部、東大井2丁目の一部、南大井1丁目の一部、高台への避難を基本とします。土砂災害、崖崩れ警戒区域6カ所。1、上大崎1丁目5番15号と13号、58号、59号の一部。2、上大崎3丁目10番21号、22号と20号、25号、53号、59号の一部。避難場所は第三日野小学校、上大崎シルバーセンターです。3、東五反田3丁目16番、23から40号、46から53号、避難場所は日野学園。
4、北品川3丁目7番、15号、17号、そして21号の一部。避難場所は品川学園。5、北品川4丁目9番と4号の一部。6、北品川5丁目11番と14から16号、18号、19号の一部。避難場所は御殿山小学校です。高潮による立ち合い川の氾濫。東大井2丁目の一部、南大井1丁目の一部。立ち合い川周辺の避難場所は、立ち合い小学校、浜川小学校です。登録を希望する方は、第2庁舎4階防災課計画係へお問い合わせください。電話 5742-6695 番。ファックス 3777-1181 番です。また、お問い合わせは防災課計画係、電話 5742-6695 番、ファックス 3777-1181 番です。品川区シルバー青年式のご案内。70歳を迎える区民の方を対象に、品川区シルバー青年式を開催します。9月7日土曜日午後1時から4時。会場は大井町駅前キュリアン。対象、昭和24年4月2日から昭和25年4月1日生まれの方。対象の方には7月下旬に招待状を送付する予定です。問い合わせ、高齢者地域支援課介護予防推進係。電話 5742-6733 番。ファックス5742-6882 番です。品川水族館からのお知らせ。イルカの妊娠が確認されたため、落ち着いて出産を迎えられる環境を整えるよう、イルカショーなどを中止します。6月5日から9月中旬予定。中止するイベント、イルカショー、アシカショー、イルカにタッチ、ジャンプショーイルカトレーナー体験、プロジェクションマッピング、イルカの窓も閉鎖します。問い合わせは、品川水族館、勝島 3-2-1 品川区民公園内、電話 3762-3433 番、ファックス 3762-3436 番、ホームページ、https://www.aquarium.gr.jp/平成31年度特別区民税、都民税、住民税。普通徴収分、納税通知書の発送日は6月10日です。31年度の住民税納税通知書を6月10日月曜日に発送します。それに伴い、31年度の住民税の納税課税非課税証明書の取得が可能になります。証明書の発行場所と一通あたりの手数料です。本庁舎4階税務課地域センター300円。マルチコピー機設置コンビニエンスストア200円。なお、証明書取得時点で区内に住民登録があり、利用者証明用の電子証明書付きマイナンバーカードをお持ちの方が利用できます。本庁舎3階にも設置。住民税は金融機関、区役所税務課、地域センターの窓口でお支払いください。クレジットカード、ATM、インターネットバンキングでも納付できます。コンビニエンスストア、モバイルレジのほか、ページー対応の納付書では、クレジットカード、http://koukin.yahoo.co.jp/ の利用や、ATM、http://pay-easy.jp/自宅などから金融機関のインターネットバンキングを使用し納付ができます。詳しくは収納管理係にお問い合わせください。なお、火曜日は税務課の窓口を午後7時まで延長しています。日曜日は午前8時半から午後5時まで税務課の窓口で納税、課税、非課税証明書の交付と住民税の支払いができます。
便利で安心な口座振替自動払い込みもご利用ください。なお、1月1日付加期日のため平成31年度表記しています。問い合わせ、本庁舎4階税務課、住民税の内容に関することは課税担当、電話 5742-6663 番から6666番、ファックス 5742-7108 番。納付に関することは収納管理係、電話 5742-6669 番、ファックス 3777-1292 番。そして納付のご相談は納税相談担当、電話 5742-6671 番から6673番、ファックス 3777-1292 番です。さて、ご寄付をありがとうございました。継承略純不動です。品川法人会青年部会ゴミ箱、日本ハムキッザニア東京入場券、森のとひな人形ほか、児童福祉指定寄付金118,161円、3月4月分、品川法人会青年部会18,161円ほか、地域振興基金155,589円、3月4月分、中尾雅俊20,000円、市民漏洩金城会認可品川支部100,000円ほか、ふるさと納税440,000円、3月4月分、中尾雅俊30,000円ほか、水辺千本桜に関するふるさと納税950,000円、3月4月分、新見隆彦50,000円ほか、品川公園フォトコンテスト2019作品募集、応募資格区内在住在勤在学の方、応募点数1人3点まで、対象作品31年1月以降に品川水族館内を含む品川区内の公園で撮影した未発表作品、種類大きさ 2L プリント、四つ切りプリント、 A4 プリント、応募方法問い合わせ、12月31日火曜日までの午前9時から午後5時に作品と応募用紙を区役所前品川中央公園管理棟、電話 5740-5037 番、ファックス 5740-5044 番か、東品川 3-9-21 東品川海上公園管理棟、電話 3471-3696 番へ持参してください。なお、郵送の場合は郵便番号 141-0033 西品川 1-27-20 品川中央公園管理棟へ、またホームページ https://shinagawa-park.tokyo/photocon/ からも応募できます。広報品川、令和2年3月1日号で受賞作品を発表の予定です。東日本大震災の被災地、岩手県宮古市、福島県富岡町へ義援金をお届けしました。4月12日に福島県富岡町へ50万円、4月14日に岩手県宮古市へ50万円を届けました。30年度にお預かりした義援金の総額は109万1555円です。ご支援ご協力ありがとうございました。問い合わせは総務課、電話 5742-6625 番、ファックス 3774-6356 番。なお、宮古市富岡町を指定し集められた義援金は引き続き受け付けますので、総務課福祉計画課までお問い合わせください。電話 5742-6914 番、ファックス 5742-6797 番です。以上、お知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは飯島正幸、福田きよみでお送りしました。また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。